ツッコミビンゴ企画。実は今回のこの企画、協力者がいまして、その協力者がですね、ふぶみこさんです。皆さんも分かったと思うんですが、この配信の裏でやっているホロメンちゃんいらっしゃいという配信は偽企画で、本当はツッコミビンゴ企画なんです。それではルールを説明していくんですけれども、まずふぶみこさんはスバルを偽企画のコラボに誘い、配信コラボをするんですね。ふぶみこさんはビンゴシートに沿い、ビンゴするために話術でスバルからツッコミを引き出します。40分以内に2ラインビンゴさせなければなりません。スバルにはビンゴしてることをバレないようにしなければなりません。スバルにバレるか2ラインビンゴしたら、この企画は終了となります。またしても何も知らないスバルさんなんですね。はい。1、ふざけんなマジで。2、ギャンブルしかねえ。3、シャンクスじゃん。4、デュエルするぞ。5、え、待って、どういうこと。6、悪口。7、お前謝っとけ。8、イカれてる。9、解像度低すぎだろ。という、このツッコミをね、スバルさんから引き出すため、8時10分からふみこさんには頑張っていただく。この配信では、モニタリングをしていきたいと思っております。8時10分になりましたらですね、こちらのタイマーを開始させていただきます。ということでね、2人がいろんな仕込みをしておりますので、どうやってこの言葉たちを引き出していくのかっていうところが今日見どころになってくるんですけれども、どれを狙っているのか。これですかね、これイカれてるを狙ってますかね、これ。野生にあった画像なの、作った本当だじゃないよ、全然違うだろう体。全然違う。今ふざけるマジで言うたね。まだだよね。まだ何も言うてないよね。今二人はこう思ってる。もっと突っ込んでくれ。持ってます持ってます、この人。あ、持ってますね、持ってますが来るのね。そこじゃないよスバちゃん、違うんですよ。この画像マジやばいから、出てくる画像は大体知ってます。違う。ダメだろこれ。あ、ないですね。解像度低すぎだろです。これ解像度低すぎだろ。あれですかね、なんか今からかけに行くぞ。解像度低すぎだろ、来てください。なんかちょっと地味に画質合わせてのイラつくんだよ。これスバルの画質、背景の画質違う違うんだ。あ、スイちゃん止まっちゃった。ちょっと確認していただいてもいいですか。これすいません、リスナーさんはちょっと見えないかもしれないんですけども、見せないことにしたんだ。見せてるやん。いや、見せてこれ、マジであかん。これ、マジであかん。来い、お前謝っとけ、来い来い。これは、マジであかんやん。これ事実ではある。なわけあるやん、お前。スワちゃんの許可取ったこれ。それだけだ。わからないんです。記者が勝手にやってるんで、ちょっと。これ撮ってない。あの、ソラさんに後で詫びしに行かないといけないんですよ。え、あ、これおーお前。あ、これミコさん、ミコさん、あ、ポンしちゃった、ポンしちゃったね。ポンしちゃったね。やってますね。ミコちゃん、お前ミコさん、まずいこっち来い、こっち来いか。お前ちょっとここで、ちょっとこれ、ちょっと何ですか。空に確認取ったか。あ、来い、来い、お前謝っとけ。バカ、お前なんで取ってんの。どうしたらいいんでしょうか。来い、これはでも、まあスバルはマジでこれやってないんで、逆にね、ソラちゃんと一緒に被害者なんで、これ全責任がミコチとフブさんに今振りかかってるんで、ちょっとお二人でこの後の方はね、謝罪会見していただければなと思いますね。謝罪会見？これはね、謝罪会見しないとね。だって記者の人が怒ってきただけですけどね、これ。いやいやいや、それはね、これやっちゃったっていう、そこの手違いは、あれ誰がしたんですか？まあ、ニアピンではあるか。こうなっちゃったんですか？まあ、ありかな。これはありですね。いいと思います。